ベスコングルメ未公開シーンを限定公開。元浦和レッズの牧野さんが行きつけの絶品洋食店を紹介してくれていたんです。これちなみにですね、この近くに、はい、僕が通ってたお店が、あら、実はね、あるんですよ。ちょっと行ってみます。ちょっと、はい、行ったとこなんですけど、もうここのお店の方たちはすごいお世話になりましたね。これ左ですね。ここ左、これ左です。え、うわー、あら、どこ、ヤッホー、やったー、久々ですね。あらららららら、いや帰ってきた。宗師様。まあでも選手もそうですし、はい、監督もそうですし、結構みんな来たりしてるんで。あ、そうなんですね、はい。ここで何頼まれてるんですか、いつも。いつもはジャポソース。ジャポソース。ジャポソース、鶏肉ですよね。うんうん、ソースなのかな、もうやっぱり最高だよね。もうご飯が進むし。マスター自慢のお醤油ベースのね、そうね、ソースがね、めちゃめちゃ美味しいんですよ。うまそうな、めっちゃ美味しいです。牧野さんどういう方ですか。マッキー、うん、本当にお客さんとも仲良しだよね、うんうん、気さくで、気さくで、みんな友達だよね、みんな大好きな、うん、本当に変わらない、もうこの感じで来るんですか。この感じなんか僕がだからその裏を去るとき、ここに最後挨拶来たときに、お客さんたちみんな集まってくれて、ケーキ持ってきてね、いや、そう、みんなでこうありがとねっつって、愛されてるな、嬉しいっすよ、そういうお店一軒もないな。マジっすか。マジ本当っすか。はい、春日、俺もだよ。庄司さんもですか。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。いやー、さあさあ、いいですね。行きましょうよ。羨ましいね。ベスコングルメ、小泉ファミリー行きつけの餃子の名店とは。一度の食事で3皿平らげたと。それはちょっと純ちゃんもやりすぎですね。日曜夜6時30分。